でこうみんなで暗い、まあ、暗いわけよ夜だから、まあ、いろいろこう電気とか灯しながらなんか謎解いていく、まあ、こうカップルが多かったですね。あいや別にあれですよ、タイはないんですけど、あのカップルが多かったですね。はいはい、まあそういうそういう感じでいいと思う。ケンピアでもそのカップルを見つめてた。カップル島んちゅの人が、うん、楽しかったですってわざわざ話しかけに来てくれたり、またケンピさん沖縄来てくださいって言ってくれたりして嬉しかった。うん、抱き合ってましたか。いや抱き合ってはない、さすがに制限時間内抱き合ってるやついたらびっくりだよ。次からカップル禁止あちなみに家族連れもいましたけどね、結構あの皆さん楽しんでてよかったです。これいやでも思ったのは、私のあくまで感想ね、制限時間60分のイベントなの、タイムコールするのね一応、あ制限時間残り30分ですとか残り20分ですってやって、私が普通いつもやってるのが関東とかでイベントやってるんだけど、みんな外も急ぐの、あと30分しかない頑張らないとっつって、県民性だろうね、残り5分ですっていうの聞いても、あー分かんないや、もうしょうがない、我々は死ぬんだ、もう死ぬ前にやり残したことはないかなっつってあのもう終わってんだよ、もうやり残したことない、もう、まあ、簡単に言うと制限時間来ちゃうともう、まあ、命はないみたいな設定ね、じゃもう、もう無理だやり残したことはないかなって言って、もうその話してんの焦るとかじゃなくてもう入り込んでて無理だって思って、みんなでやり残したことを話してて、そう運命を受け入れていたよみんな、無理だって言って可愛かった。そうそう、だから私、まあ、諦めないでください、こっちイベント主催者だから、主催っていうか作ってる側だからさ、まだあの命を諦めるのは早いですよって、でもお姉さんも僕たちはよくやったと思いますって諦めないでくださいって、もうケンピもずっと諦めないでって言ってた。もうめっちゃおもろかったね。そう、うちなタイムって言葉があるんだけど、結構みんな思い思いに謎解き楽しんでて、でも運命受け入れてたね。そう、面白かった。そう、覚悟決めてた。もう僕たちは終わりです。だから今、僕たちは一生懸命、魚を見てます。つって。周りの水槽をずっと見てる人もいた。いやー、県民性っていうのかね、おもろいなって思った。県民とかもさ、謎解き500とか言ってるから、諦めるとかもうないわけ、基本。あがくわけ、最後。解けそうもなくてもさ。でもまあ余裕はないわけよ。だから謎を楽しむっていうか、なんとしても成功させるぞみたいな気持ちでやってる身からすると、その運命を受け入れて死にに行こうとしてる彼らはなんかすごい、わ違う文化だと思って、結構いいのそういう人は。しかも面白かった、新鮮だった。みんな運命を受け入れて、そうそう、思い思いに残りの時間をそう過ごしてた。なんか自分たちの世界を持ってて、めちゃくちゃおもろかった。そうっていう、まあちょっとこれ余談ですけど、まあでもいいなって思った。で逆に諦めた人たちにケンピがちょっとヒントあげると、あこれ、あそういうこと、お姉さん天才ですかって絶対言ってくれるの。あったかいのよ本当に天才ですかって毎回言ってくれて、逆に私イベントで下手にヒント出そうもんなら、時々いらっしゃるんだけどね、お客さんで いらないですみたいな、僕たちの時間を過ごしたいんです、あの取っときたいんでヒントあのやめてくださいって言われることあるのに、みんな受け入れて、受け入れた後に天才ですかってなんか平和、沖縄最高と思って、東京の人冷たいっていうよりかもうみんなも自分で解きたいって気持ちがあって頑張ってる。うん、でも沖縄の人はなんか全てを受け入れて絶対褒めてくれる、天才ですねと、お姉さん作ったんですか、気づかんかったとか、なんか受け入れるのねはぁと思って、沖縄いいね、移住する、いいかもしれん、あったかいしね。